国鉄 EF57 型電気機関車、EF57 型電気機関車、EF57 型電気機関車は、日本国有鉄道、国鉄の前身である鉄道省が旅客列車建員用に製造した直流用電気機関車である。鉄道省が太平洋戦争前に製造した最後の旅客用電気機関車であり、東海道本線における 有等列車建員用途を基としたものである。戦時体制下で開発、製造された機関車ではあったが、良質な材質、工作によって製造され、当時における優秀機として完成された。基本的な外観は、長大な 2cc に配置の台車枠上に、箱型車体と両端のデッキを備える、古典的形態である。1940年。 昭和15年10月に登場した1号機は、既存の旅客列車用電気機関車 EF56 系の13号機として出場する予定であったが、新たに開発された出力2 7 5キロワットの強力主電動機 MT38 を等することになり、定格出力が1 3 5 0ットから1 6 5 0ットに強化されたことで神経式に改められた。外観は、 EF56 蛍光器型に順次、パンタグラフが中央に寄っていることで区別できる。EF56 型は日本で初めて客車の暖房用蒸気発生装置を車載した電気機関車であるが、本形式も基本仕様は踏襲し、キセル式のボイラーと水及び重油タンクを車載している。これによって暖房用ボイラーを搭載した。 暖房車ををに連結することと不要とした1941年、昭和16年に2号機以降が登場。1943年、昭和18年までに、前述の1号機を含めて15両が、日立製作所、川崎車両で製造された。1号機と2号機以降との最大の相違点は、屋上のパンタグラフ2機を車体両端1杯に寄せ、 蒸気暖房装置の煙突に接触しないようにやや高い位置に設置して可能な限り2機の間隔を離すように改めさらに通風機を増設した点が挙げられる。これは抵抗器容量の変更から機器室内の通風能力を向上させる必要が生じたことパンタグラフ2機が接近していることによる河川押し上げ力の増大への対策などが原因である。他にも 車体の側面形状が変更されるなど、外見は1号機と大きく異なったものとなっている。戦後の東海道本線浜松殿下、1949年、昭和24年に際し、同区間には蒸気機関車牽引当時の古戦橋やトンネルが多く残っており、2号機以降についてはパンタグラフ高さを抑制する必ずが生じたため、 パンタグラフを前方に 450mm 移動させて、屋上車端部からアウトリガーを張り出し、ここにオーバーハングして、パンタグラフを設置する形態に改められた。これにより、パンタグラフ取り付け高さが 100mm 低められた。パンタグラフがますます極端に突き出した部骨極まりない、形態は、他にほとんど類例がなく、本形式の特徴として印象づけられるに至った。 製造当初は沼津き管区に配置され、戦前、戦中における最強力の旅客列車用機関車として、東海道本線の特急、急行列車を中心とした客車列車の牽引に使用された。ただし、蒸気暖房装置は不調な場合が多いことから、暖房装置取扱専門の機関女子が乗務しただけではなく、運転中に暖房装置の状態を監視しやすくするため、 転車台で方向転換をして用したこともあったが、石油不足もあって、暖房車を連結して走ることも多かった。なお、1942年に関門海底トンネルが開通した後、EF10 系貨物用電気機関車が、大里機関区文字機関区に転属した一方、補充の EF12 系の増備が土として進まず、貨物列車用機関車の数が逼迫していた一時期、 1> 脇1系、ワムフ1系高速有害化車で編成された脇列車の牽引に当たっていたこともある。戦後、1946年、昭和21年開発の両角列車用、後続形式である EF58 型は蒸気暖房装置が搭載されなかったこともあって、e f 十七型は引き続き、東海道本線の誘導列車牽引機として、特急、つばめ、 鳩の牽引も担当するなど、幅広く運用された。一方、1948年、昭和23年11月に12号機が追突事故を起こして、自己廃車となっている。しかし、1952年、昭和27年以降 EF58 型が、大改良を受けて1 9 0 0ット級、自動式暖房ボイラー搭載の流線型機関車と、 なり、大量増備されるようになると、出力の劣る EF57 型は、優等列車の牽引機の座を EF58 型に譲り、普通列車の牽引が主な運用となった。さらに、1956年、昭和31年の東海道本線全線電化を、控えて、車軸が、コロ軸受けではないことから長距離運用が困難で、 また、かねてから、長編成の列車が多い東海道本線では、暖房能力の不足が指摘されていた、本形式は、高崎、上越線で使用されていた、蒸気暖房装置付きの EF58 型と、交換する形で、高崎第二機関区及び、長岡第二機関区に転じた。上越線方面への転出にあたっては、正面運転台窓の上にずらら切りを取り付け、 またスノープラウ取付座を追加するなどの大切化工事を行い、上野長岡間の客車列車検運用に充てられた。東海道本線所属時の暖房能力不足は連結量数の短さもあって問題とはならなかったが、蒸気暖房装置の自動式への改造は不調に終わり、当季には東海道本線当時と同様に暖房装置取扱い専門の機関助士が乗務していた。 その後5年ほど上越線で使用されていたが上越国境の峠越えで出力的に厳しい運用が強いられていたこともあって新潟までの電化工事が開始されるのを機に e f 5 8型に置き換えることなり1960年昭和35年秋から1961年昭和36年春にかけて宇都宮運転所に転属しすでに当地で使用されていた EF56 型とともに、14両全車が、上の黒磯間で、東北本線旅客列車の件に従事することになった。宇都宮運転所に転属後の本形式は、まず蒸気暖房装置の自動運転化工事を行い、EF58 型との共通運用が可能となった。しかし、東北本線系統の客車列車については、黒磯以北が交流電化されたこともあって、 早くから電気暖房装置取り付けが進んでおり、必ずしも蒸気暖房の使用にこだわる必要はなかった。そこで EF57 型については、電気暖房化が行われることとなり、1965年、昭和40年11月の1号機への工事を皮切りに順次改造を実施し、1966年、昭和41年3月の3号機の工事完了によって、 機械造が終了した。工事は暖房用ボイラーと燃料、水タンクを撤去し、代わりに電気暖房用交流電源を供給するための電動発電機を装備するとともに、運転席側面に電気暖房表示灯が取り付けられ、車端部の連結器両脇に客車への暖房電源供給用電気配線、ジャンパー連結器が増設されたほか、不要となる屋上の煙突を撤去。 通風機の増設が行われた。この工事の結果、それまで共通運用されていた EF56 型とは運用が分離され、EF56 型は引き続き蒸気暖房を使用する荷物列車中心の限定運用とされた。また、手電動機の軸受けにボールベアリングを取り付ける改造も行われている。しかし、この頃から本形式には運転中の 異常振動問題が発生し、原因調査を行ったが、原因は特定されず、主題者へのオイルダンパー取り付け等の対策が講じられたが、抜本的な改善には至りなかったため、運転側から嫌われるようになった。さらに、宇都宮初配置の EF58 系の運用に余裕が出てきたこともあって、EF57 型の運用に EF58 型が充当される場合が増え、 余剰となった本形式の中には旧車となって長期間使用されなくなる車両も出始めた。1975年昭和50年の山陽新幹線博多開業によって広島機関区下関運転所で余剰となった EF58 型が宇都宮運転所に転入すると EF56 系の前期廃車とともに EF57 型も 状態不良者から灰が始まり、1976年、昭和51年10月のダイヤ改正後は、残存期が20計客車に置き換えられた夜行急行、申請や14系座席車による、明けぼの51号を牽引することもあったが、e f 5 8系の転入が進んだことにより、1977年、昭和52年正月の臨時列車牽引を最後に、ほぼ運用を終え、 1978年、昭和53年10月までに前期が廃車された。7号機が唯一、栃木県宇都宮市もと、今泉の宇都宮駅東公園で、生体保存されている。また、1号機の動輪とナンバープレートが、宇都宮運転所に保存されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。